どっちから見る？物語の本筋的には堤哲夫な感じがするかな。そうだね。外堀から埋めてってもいいような気もする。うん。こうこうこうって感じだよね、きっとね。かな？うん。よし、じゃあ。坂崎やっこ行こう。奥田ちゃんって、前回のあらすじ、親友を生き返らせるには代償がいる。手にした呪いとどう向き合うべきか整理がつかないまま帰路に着いた坂崎やっこ。黒鈴美桜を心配しながら一夜が明けた。始める。よし、休憩のトーン。さっきまでいっぱい喋ってたからね。いや、根島文親が思ったより楽しかった。いや、楽しそうだった、羨ましい。自宅前、あー明るい。千の屋。あ、やっこちゃんおはよう。合ってる？美桜ちゃんこんな感じで忘れてる。合ってると思う、うん、あ、オッケー。あれ？やっこちゃん？おーい。瞑想してる。うん。あれ？あ、起きた。え、立ったまま寝てたの？あれ？朝？私。大丈夫？自分の名前わかってる？え、それはもちろん。コックリさんです。そう、私はコックリさん。コックリ、コックリ。ダメダメ、寝ちゃダメ。まだ夢見てるのかな。起きて。あー、はい、坂崎やこです。よし。強制的に正解させられた。あー、美桜ちゃん、そうだ、ゆうべはありがとう。大丈夫だった？うん、生きてるよ。よかったね。呪霊を払って貸り主を突き止めることはできなかったけど、どうにか逃げ切った。この場合、生き残れば勝ち。ごめんね、危険に巻き込んで。私も明るくなったらすぐ起きて探しに行こうと思ってたんだけど、なんかすっごく眠くて、いつ寝たのかもよく覚えてないよ。いいのいいの。あんなことがあったら消耗するだろうから仕方ないよ。それにやっこちゃんが呪いに巻き込まれてこっちが申し訳ないって思ってるから。そもそもそうさせないのが私の役目なのに。そうだ、ゆうべもそんなことを言ってたけどさ、美桜ちゃんって一体何者なの？あ、そっか。実は私、幼い頃から霊感的なものをちょっとばかりたしなんでおりまして。ちょっとばかりじゃなさそうだくらい貫禄あったけどね、うん、そんな華道とか茶道みたいに霊感を身につけるようなことがあるの？ちょっと小さい時にいろいろあって。いろいろが気になる。ふーん、そっか。きっと大変だったんだね。うん、話すと長くなるから詳しいことは置いといて。今は縁あって、ある霊能力者さんの弟子とか助手的な感じのことをやっててね。昔から学校という場所は感受性の高い青少年が集まるから霊障が発生しやすい傾向があって、何か起こりそうな学校に派遣されて未然に防ぐようなことをしてるわけなの。え、すごい、何それ。じゃあ学生やりながらそんな副業？学生で副業っていいのかそれ。ああ、やってることは治安維持の補助だけど、修行の一環ってことでバイト代も何もなく。すごいね、美桜ちゃん、偉すぎる。そっか、大変そうだね。でもすごいな、なんか悪霊に立ち向かっていく姿も様になってたもん、かっこいい。そう改めて言われるとなんか恥ずかしくて微妙だけど、そんなわけでうちの学校周りで起こる霊的な問題は一応私が解決しないといけないの。だからこの呪いの件ももう少し詳しく原因を追ってみるつもりだけど、とりあえず学校行こっか。うん。そうだ、呪詛玉はある？
夜が明けて霊力弱まってるから、私が預かれるかも。試してみようか。うん。持ってる、けど。でも夜になる前に返しとかなかよな。確かに。嫌がられるよな。うん。うん。やっこちゃん？やっぱり、ダメなのかな。みちおちゃんを蘇らせるのは。まあ、蘇らせたいよね。難しいよなぁ。どうする生き返って、何勝手に生き返らせんのって。そう、私は死んだままでよかったのにとか言われたら、つらっ。生き返ったところでその子に幸せが待ってるのかどうかは分からんよな。そうだね。そう、その自分の環境がもともとめちゃめちゃね、嫌気がさしてたとか。そうそう、嫌気、割となんか嫌ではあったっぽかった。だよな、確か。うん、そう、お父さん、新しいお父さんと全然うまくいってないみたいなさ、感じだった気がするよ。私は賛成できない。夢のような秘術だけど、その代償が複数の他人の複数の命となると、さすがに。そりゃまあそうだけど、被害をなるべく出さないようにこの呪いの儀式を終わらせる。それが今の私の立場で優先すべきことだから。でもごめん、この呪詛玉やっぱり私が持っててもいい？やっこちゃん、呪いは絶対使わないって約束する。だけど、何か方法があるかもしれないから。最後まで可能性を放棄しちゃダメな気がして、呪いを収めるにしても、一緒に行く。手伝う！私の中でみちおちゃんのことにちゃんと決着つけて、前に進むためにも。わかった。でも危険を感じたら、いつでも呪詛玉を渡してね。うん！ありがとう、みおちゃん。それじゃあ、行こっか。資料が更新されました。うん、これまあ、みちおちゃんのことを調べて、自分が納得できれば、うん。いいような感じはするよな。そうね。駄菓子、せんのや。よろしく。本所の一角に店舗を構える昔馴染みの駄菓子屋。坂崎やっこの実家で、彼女の三代目にあたる休日には、彼女で3代目にあたる。休日には店番に立ち、もんじゃ焼きを焼いたり、ベーゴマやめんこで子供たちの相手をしたりするやっこの姿も見られる。うわ、いいね。駄菓子屋は子供向けの安価な菓子類を売る店のことだが、大半が個人系の店であるため、その形式は様々で、菓子類以外にも飲食品や金物など日用品を販売する、いわゆるよろず屋となっている店舗は珍しくなかった。多くの駄菓子屋は住居の土間を使って営業しており、店の奥にもんじゃ焼きを食べるスペースがあったり、店頭にゲームの、筐体やカプセルトイを設置したりするケースも多く、子供たちの大事な社交場となっている。しかし高度経済成長期、多くの菓子製造業者が参入したことで、繁盛していた駄菓子屋もコンビニ、遠足などの大東や子供たちの遊び屋の格好の変化によって徐々に衰退しつつあるのが実態である。誰誰誰いや、こういう資料を読む人、読む用の人。ああ、読んだんだ。なるほど。ちょっと今日来てるから。ああ、いや、初めてお会いしたから、ちょっと分かんなかった。はい。よろしくお願いします。よろしく言っとくわ。うん。よろしく。坂崎役午前8時台。駒形高校前半も前。これ、いるのかな、清宮誠。おるんじゃない？いるかな、普通に。うん、何食わぬ顔でしれっとしてるやろ。うん。あれ？騒がしいと思ったら、学校の前に警察と人だかりが。あ、そのさ、3人の変死体のうちの一つがさ、学校内やったりとかさ。あー、清宮だって夜おったし。いたね。あれだよ、あのさ、奥田ちゃんって。いや、奥田ちゃんは生きてるかもしれんけど、あれ、先生死んでんじゃない？城之内だっけ？なんだっけ？城之内。そう。だってさ、やっこちゃんさ、城之内先生が呼んでましたよってさ。ああ、ああ、ああ。
言ってなんとかしたから。ライフはゼロになってるってことか今。じゃあ。そう。死すかもしれん、もしかしたら。なんかあったのかな。警察ってことは、なんかあったんだろうね。うん、何もなかったら来へんからな。うん。ちょっと聞いてくれ。お、顔見知りかな？うん、お願い。やばい。え、どうしたの？あのね、落ち着いて聞いて。今朝、最初に出勤してきた先生が発見したらしいんだけど。あ、うん。城之内先生が死んでたって。ああ、ほらね。校庭の真ん中で、城之内先生が死んでたんだって。え、え？だから今日は臨時休校だって。しゃあ、休校、しゃあ。やったー。喜ぶな、人の死で。しかもそれだけじゃなくて、私も朝のニュースとか見てなくて知らなかったんだけど、その他にも、この近くでいくつか変死体が見つかったって街中騒ぎになってるみたい。何それ、なんで、まさか、まさか、呪いのせい。まだ詳しく聞いてないからわからないけど。これまつげか。ほくろかと思ったわ。今聞いた噂だと先生は校庭の真ん中で倒れてたのに、まるで高いところから落ちたように全身打撲の状態だったらしいから。はあ。みちおちゃんと一緒やん。そうだね。あ、じゃあ、アシミヤがやったんじゃないんだ。え、何それ。死に方が不自然だし、タイミング的にも、きっと呪いの可能性が高いと思う。夜のうちに誰かが、呪いを使ってたってこと？そういうことになるね。え、怖っ。うわ、怖ーで済ますん。いや、JK ですからね。JK って最強だからさ。うわ、やっぱり、この呪いで人が死ぬんだ。誰かが使っちゃってるんだ。し、あまり大きな声を出さないで。走り主に聞かれてたらバレちゃうよ。ごめん。人物リストが更新。城之内シスか。そうね。深夜の教室で奥田瞳といるところをヤッコたちが目撃し、明け方校庭にて死亡した状態で発見されてる。だから奥田ちゃんってかな。あー、奥田ちゃんって貸し主っていうことか。もうちょっと情報が欲しいけど、門は封鎖されて入れないね。風がないのにすごいなびいてる髪の毛。裏口から忍び込めないかな。あれ？あそこにいるの。奥田ちゃんや。奥田瞳さんじゃない？ほんとだ。珍しい。あ、でも昨夜も学校には来てたのか。城之内先生のこと、きっと何か知ってるよね。話聞いてみよう。あ、待って、ミオちゃん。コミュ力。すごいね。いや、松田聖子みたい。これ、どっちやる？私がやったんだっけ？前回。うん。ああ。じゃあ、昨夜学校にいたのはあんたらだったってわけかい？だったら隠してても仕方ないね。黒鈴には借りもあるし。私が知ってることなら話すよ。借りもあるの？仲良しなの？ここ。ありがとう。何の借りやね。あ、助けてもらったとかなのかな？あの、なんとか逃げてきたみたいな言ってたから。ああ。ねえ、ミオちゃんに借りって？ああ、うん。私が転入してすぐの時にちょっと会って。あ、全然違ったわ。私の除霊っての？してもらったんだよ。へえ、そんなことがあったんだ。
お、セピアになる？ならなかった。いや、私結構好きだな。アシミア、さあ。うん。いや、もう一人、まだ全然おると思うけど。うん。まあ、他の可能性あげるとすれば、アシミアがもう一個持ってるのかな。あー今、鉄夫ちゃんが3つ持ってるけど、それができるってことは、うんうん、まあ、場合によっては、貸主を殺して2つ持ってるやつがおるかもしれへんとかは全然ありそうやな。ありそう。え、それこそね、置いてけぼりとかをさ、まあ、陽子ちゃんが持ってるかもしれんけど、うん。ねえ、持ってる可能性もまあ、あるかな。BGM 良くない？いい。すげえ。城之内の死から聞いてみるか。城之内はいいやろ。あ、じゃあいいか。ヨちゃんの除霊の話聞こう。奥田さん、なんか悪い霊に取り憑かれたりしたの？ああ、城之内っていう悪い霊ね。あいつ死んでたのか。私もそこら辺はよくわかんねえけどさ。とりあえず、こいつのおかげで私に起きてた変な症状が収まったのは間違いねえよ。うん。霊的なものが生まれつき見えちゃう体質の人ってたまにいてね。そういう人は身の回りの人から理解を得られなくて孤立しがちなの。しかも見えてる人には霊が集まりやすいから。原因不明の頭痛、肩こり、めまい、幻聴、幻覚、あと意識の酩酊や記憶障害といった霊障も出るし、いろいろ辛かったと思う。それに加えて、まあ、理解してもらえへんかなってことなんか。だから、まあ、そういうグレちゃったみたいなところがあるのかな。そういうもんなんだ。やっぱさ、霊に取り憑かれると人格を乗っ取られたりすることもあるの？その霊が親子とか兄弟とか、ものすごく波長の合う相手なら可能性はあるけど。なんか血が繋がってる可能性出てきますね。普通は完全に乗っ取られるようなことはほとんど聞かないかな。その波長が合わないからこそ、さっき言った霊障とか体の不調を起こすわけだけど。へえ。じゃあテレビで見る除霊術とかはインチキなのか？ううん。下ろす霊に波長を合わせる能力を持ってるのがイタコさんとか高霊術師だから。でもテレビでやってるのは演出だけのやつもあるけどね。なるほどな。実際生前に強い霊感を持っていた霊とか、生前に関係が深かった人の霊だとしても、ついた相手を完全に操れるわけじゃないけどね。できるとしても当人の意思で行ってもおかしくない行動から特定の選択を促すことくらいだと思う。ほうほう。私たちがその大きい家に対して行っていたこととかも促すことだったよな。おお、我々が霊と、我々はみんなを操っている、波長が合ってるってこと、みんなとか。うん、その呪詛玉もそれに当てはまるんじゃないみたいなさ。呪詛玉も、うん、呪詛玉もどうなんやろうな。それかその案内人がいた子みたいな。かな。当人の意思で行ってもおかしくない行動を促す。うん。だって完全にね、沖家とかのその新しい選択肢とかでさ、え、なんだなんだみたいな感じになってたじゃんね、沖家も。その陽子ちゃんにずっと声かけ続けるんだって私たちがさ、あれとかは絶対私たちが促してることになると思うから。なのかな。でもそれだとさ、その行動を自分の意思でやったかどうか分からなくならない？だから自身では取り憑かれてることに気づいてない場合も多いよ。みんな、私たちが取り憑いているよ。あ、記憶とか言動では、霊の影響を受けることがあるかもしれない。そこは生前の関係が深いほど起こりやすい感じ。そっか、霊に取り憑かれるのもいろいろなんだな。
奥田さんもずっと取り憑かれて苦労してたんだね。別に私がどんな目にあってようと、何も変わんねえよ。霊とかが見える見えないだけの理由で、こうなったわけでもねえしな。でも、見えちゃうのは自分のせいじゃないわけだし。それについては私もそうだから、仕方ないところかな。あ、でも、やっこちゃんも割と素質あるから、信じて訓練すればきっと見えるようになるよ。見えたくねえ。いや、遠慮しとく。私も見えたくはないな。ポテンシャルあるよって言われても、ちょっと遠慮したいね。まだ聞けそう。じゃあ、ミオの除霊。かな？そういうのもミオちゃんの仕事ってわけだね。でもこいつ、いきなり現れて除霊するとか言って勝手に何してくれてんだって思ったよ。いや、この顔好きかも。ちょっとギってこう睨んでる感じ。あのままだったら、さすがに張り倒してたかもしんねえぞ。そうなの？説明もなくいきなり除霊かましちゃった？いや、経験上、どんなに説明しても分かってもらえないことが多くて。説明なしだったな。なるほど。まず結果を示してから説明すると、みんな納得してくれるから。ああ、そうかもしれないね。強行突破やん。これで終わりか。なかなか、そうね、チェックついたね。結構ゴリ押しタイプなんだね、みおちゃん。こんな感じに見えて。そういうのも好きよ。意外とやる子。うん。聞く？城之内の詩。いいんじゃない？いいか、じゃあここでゲーム終わるか。聞くよ。はい。はい。城之内先生のことは聞いた？聞くも何も。昨夜から知ってたよ。はあ。なんせ、あの先行が校庭でくたばるとこ、見ちまったからな。現場を見てたの？教えて、先生に何があったの？私だってよくわかんねえよ。暗かったし。言えんのは、セピアなるか？夜中の3時台だったかな。あいつが突然逃げるように慌てて校庭に出てきて、でけえ声で。助けてくれ、許してくれ、白石。ああ、なんか声が聞こえたのかとか言って逃げ回ってた。白石？道代ちゃんのこと？校庭に他の人の姿は？私がいたとこからは暗くてよく見えなかったけど、制服着たお下げ髪の女性とっぽい人影がちらっと見えた気がしたな。生きてんのか。お下げやったよな。お下げだね。でも、呪霊なしやからな。いや、っていうのは、あの、その霊の姿が見えたんじゃないの？ああ、そういう？うん。だから女性とがやったんじゃなくて、女性との霊が見えたとかじゃないのかな。可能性はあるね。今、この最後の一文見て、父親の形見である古いお守りが呪詛玉だったりしないかなって一瞬思いましたとさ。あ、でも、今波垣見てや。オッケー。なんだっけ。波垣ゆうたろう。あ、放棄済み。あ、放棄済みになるから別に取られてるわけじゃないか。うんうん、そうだね、なしになるわけじゃないね。うん、うん。からもうなしで出てるけど、でも変わる可能性はあるよね、こういう風に放棄済みとかにさ。あ、実は持ってたからみたいな。そうそうそう、これとかもさ変わるじゃない、絶対。私城之内自体もほらハテナだしさ、もう死んでるからないと思わせといてみたいな。なるほどね。あるかもしれん、もしかしたらね。え、その後確認してねえから気のせいかもしんねえけど、まあ、奥田さんもね、見える人っていうことは、その可能性はあるもんね、例の可能性はね。で、それから、僕が悪かった、何でもするみたいに命乞いしてて。その後、誰に何かをされた様子もないのに、突然手足がボキッ
と折れて倒れて。え、何もされてないのに手足が。わ、嫌だこれ。変な方向に曲がってる。やむちゃしやがって。ああ。倒れて動かなくなったからやばいと思って、私はそこですぐに立ち去ったよ。そしたら、そのままお堕仏だった。私が見たのはそんなとこだよ。そうだったんだ。でもさ、その話だと、まるで、道夫ちゃんが化けて出て、先生を追い詰めて呪い殺したみたいじゃん。なこと知らねえよ。私は聞こえた通りに伝えただけだ。ああ。全身挫滅？うん。やっこちゃんのやつ使うとどうなるんだったっけ？なんかその、見られずに、その音を聞き続けると、うん、死ぬみたいな感じじゃなかったっけ？そうよな、バカ話。挫滅ではない。挫滅じゃない、転落死。若林や。転落死。転落したみたいなって言ってたよな。やっこちゃん？やっこちゃんさ、みちおちゃんになんか乗っ取られてとかある？これ。だって覚えてないとか言ってたよな。いつ寝たんだろうって。ずっと立って寝てたしさ。可能性ありけりか。ありけりだな。まだ聞けるな。聞くか。今の話、警察には言った？言ってねえし、言うつもりもねえな。あいつら信用できねえし。私がこんなすっとんきょうの話したって、絶対信じねえよ。そっか。でも、中には信用できる人だっていると思うけど。もういないの！奥田ちゃんにとって信用できる唯一の警察官はもういないんだよ。まあな。確かに一人、おせっかいなポリがいたっちゃいたけど。そいつも、ついこの間死んじまったからな。誰やったっけ？よしみはじめ。ああ、よしみはじめか。それがよしみはじめか。そうそうそう。あ、そうなんだ。それは、辛いね。こう、私に関わる奴が次々に死んでくとさ、さすがに呪われてんのかなって思って、嫌になるよな。そんなことないよ。奥田さんについてたのは、そういう例じゃないから。はあ、そういうのあんの？うん、だから不幸な偶然。それはそれで辛いけどね。まだ聞けんのか。あの先行の死について私が知ってんのはそんだけだよ。ねえ、ミオちゃん。私は思ったんだけど。ん？話だけ聞いてると、なんか似てるよね。城之内先生の死に方と、道代ちゃんの死に方って。もちろん直接は見てないけど、道代ちゃん高いところから落ちたように体が折れてたらしいから。もしかしたら、同じ呪いで殺されたのかも。いや、でも白石さんが死んだ時は、まだ七不思議の呪いは現れてなかったはず。あと、こっくりさんを信じるなら、白石さんは事故死なんだよね。あ、そっか。ってことは、道夫ちゃんの呪いが強すぎて呪詛玉になったとかな。だから道夫ちゃんの姿が見えるじゃない。だって、おときとかさ、おこまやったっけ、の姿が見えてたやん。まあそれが本人かどうか分からんけど、おきえがね、手にした瞬間見えてたもんね。そう、手にした瞬間見えてたのがさ、うん、その姿ってことは、みちおちゃんが見えたってことは、みちおちゃんのその恨みつらみが強すぎて
うん、ジソ玉を作るぐらいになっちゃったとかあるんじゃないのかな。あだからそのだってその人が死んだ死に方を味わうわけやん。うん、そうだね。座滅ってことはみちおちゃんのジュソ玉、うん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 、あると思います。あると思います。あ、これは終わりか。じゃあ昨夜の教室での出来事を聞こう。奥田さん、昨夜城之内先生が倒れるところを目撃する前、教室で先生と何してたのかは聞いてもいい？そのことは警察に言うのか？あ、そうか。城之内先生がああいうことになったから、夜中に会ってたことが伝わると奥田さんが疑われちゃうのか。私らみたいなはみ出し者は何かあるとすぐ大人どもが決めつけてくるからな。わかった。言わないよ。そもそも奥田さんに城之内先生は殺せないから。そう言ってくれるなら教えてやるよ。昨日の夜はな、あのクソ先行に呼び出されてまんまと襲われそうになってたんだよ。え、そんなやっぱりいけないことを。やっぱりあいつそういうやつだったんだ。なんかその話したっけ。いや、ズッキーが、うん、白石道夫ちゃんが亡くなったからそれについて僕の部屋に来なさいみたいなさ。知りたかったら僕の部屋に来なさいって教えてくれるよって。そうだ、え、先生みたいな。詳しくは僕の部屋でみたいな。そうそんなところ回収しなくていいんだよ。なるほどね。あ、キャラクターのこと分かってる。そうね、解像度高いね。城之内への解像度高くなっていいんやけど。え、そんな物騒な。ったく、あいつは最低の先行だよ。死んで清々してる。当然の報いだ。人にはお前はクズだとか、社会のガンだとか、何も知らねえで散々言ってきやがってよ。てめえの方が、よっぽどクズな真似してたくせに。いや、これ白石光代ちゃんもやっぱ、うん、同じような目にあってんじゃないのかな。あってそうね。僕が話聞いてあげるからって。まずはちょっと体に聞こうかな。一緒一緒。今すごい気持ちよかったね。自分で言っといてこのなんか発言が自分から出てくんのが無理だったわ今。やってるやろもうやってないわ。そうなんだ。どうして夜中に先生に呼び出されたのかは詳しく説明してもらってもいい？それがちょっとややこしくてな、ややこしくてな、言えない。それがちょっとややこしくてな、どっから話せばいいもんだか。お、増えるね。城之内と悪事って書いてある。まあ、教室のことまだ聞けそうじゃない。そうね。ああ、ね、はいはいはい。オッケーオッケー。じゃあ、悪事から聞くもんか。うん。はい。じゃあ、城之内先生のクズな真似っていうのは、なんか悪いことしてたの？白石道代っていただろ。あの自殺したやつ。え、道代ちゃん？あの先行、なんか知らねえけど、そいつの弱みを握ってたみたいで。うわ。カイ・リヒタに逆のこと言ってたよな。弱み握られてたんだみたいな。脅されてたんだ。助けてくれ、俺は何も悪いことしてないのに。してましたね。それをネタに脅して、放課後呼び出して、つき放題してたみたいだぜ。そりゃあ、そりゃ呪詛玉になりますよ。なるわ。ああ、最低。何？どういうこと？好き放題って？想像に任すよ。あんたらみたいな真面目ちゃんな生徒にはどうせ縁がねえことだ。
そんな、どうして弱みって知らない。私そんなの全然知らない。やっこちゃん落ち着いて。気持ちはわかるけど落ち着こう。まあ言いたくないわな。いや言えないよ。あんた、拉致気取ってたくせにいい気なもんだな。白石は、あの閃光のせいで、ずっと体も心もズタボロだったんだよ。誰にも言えずに、絶望しかなかったろうな。そんな、許せない。奥田さんは、どうしてそのことを。あのさ。うん。やっこちゃん今何も知らない様子じゃん。うん。でも、城之内と奥田さんが一緒にいるところを見てさ、許せない許せないってなってたからさ、やっぱり道夫ちゃんの恨みが呪詛玉にこもってるで合ってる気がするわ。ね。うん。別に。ただ偶然、その現場に居合わせたってだけだよ。あの学校で、人目につかない場所は大体知ってるからな。私が何してんだてめえって怒鳴ったら、あの閃光慌てて逃げていったよ。根性なし。現場。その後、白石はずっと半べそ書いてたから、放っておけなくてしばらくそばにいたら、優しい。ボソボソと、そういう事情を教えてくれたってわけ。私なら言いふらすことはないって思ったみたいだな。ただ、助けてくれとは言ってこなかった。私なら大丈夫だから秘密にしといてって。道夫ちゃん、どうして。白石は、黙って我慢してれば、いつか収まるもんだと思ってたみたいだけどよ。いや、突き上がるだけだよ、ああいうクズ野郎は。あめえよ。ああいう連中は黙ってたら図に乗るだけだ。私もそう言ったけど。これはきっと罰だからって。どうしようもねえ甘ちゃんだよ、あいつ。そんな。ま、先行も案の定それ以後も懲りずに続けてたって話だ。どっちも意味わかんねえ。私が関わったのはそんだけだ。それで結局自殺してんだろ。世話ねえよ。奥田さん、あなたそのことを知ってたのに、知ってたのに。言えない。あ？私が悪いっての。あいつ自身が言うなって言ってたんだ。大丈夫だって言ってたんだよ。だったら、それ以上私が構う義理なんてねえだろ。やっこちゃん、奥田さんを責めても仕方ないよ。みちおちゃん、どうして。このさ、人物リストのさ、みちおちゃんのところでさ、こう、みちおも、やっこにだけはいつか知ってほしいと思いつつも、すべてを打ち明けることはできないまま月日が過ぎていたって書いてあるからさ。まあね。いや、言いたくてもやっぱ言えなかった。言えるようなことじゃないよね。友達やから知られたくないっていうのはあると思うな。あるね。何も知らない人だからこそ話せるみたいなところで奥田さんに話したんだろうから。まあ、でもやっこちゃん的には話してほしかっただろうからね。どっちの気持ちもわかるわ。道夫ちゃんの弱みっていうのは聞いてる？さあな、そこまでは聞いてねえけど。閃光の脅迫が始まったのは1年くらい前からだって話だぜ。あ、じゃあ家庭環境とかっていうよりは、まあ、その家庭のことで弱みを握られてたのか。なのかな？
その新しいお父さんが実はとんでもないことをしててみたいなさ。うんうんうん、そうだよね。3年ほど前にで、少し、うん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 、新しいお父さんっておる？あれ？新しいお父さんってなんだ？私はどこからそれを聞いたんだ？なんかあれだよね、多分生徒たちの噂話みたいなところで聞いたような気がするから。あー、やったかな。うん、めっちゃさ、グレーの人影がさ、ひそ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 喋ってたやつの中にあった気がするんだよな。なんだかな。うん、なんか3年ぐらい前に父親が死んでるんだったら、1年ぐらい前に新しいお父さんがいてもおかしくないような気はするわ。そんな前からずっと？ま、何かしらやらかしたところをあの先行にバレたんだろうな。おとなしそうに見えて人は見かけによらねえもんだ。まあね、万引きとかそういうのもこう真面目な子ほどちょっとねやっちゃうみたいなことをよく聞きますのでね。うん、うん、きっと事情があったんだよ。さあな、私にはどうでもいいことだ。この二つが残ってるけど、こうか？城之内先生は白石さんに殺されるみたいなことを言っていたようだけど、実際白石さんが城之内先生のことを恨む理由はあったってことだよね。まさか、本当に化けて出たとか？そういうことあんのか？あるんじゃない？あるんじゃない？ねえ。強い恨みや未練を抱いて死んだ人が自爆霊とか浮遊霊になる可能性は確かにあるけど、ただ聖者を呪い殺すとか普通は無理。一般人の霊じゃそこまでの力はないから。でもその無念を強く訴えたいがために近しい人に取り付いたりすることはあるかも。やっこちゃん、やっこちゃん、これ使ってますね。へえ、そんなもんかね。じゃあもし道夫ちゃんがこっくりさんの言う通り不慮の事故死だったとしたら、きっとそれなりに無念はあったよね。まあ、そのやっこちゃんに伝えたかったけど伝えきれへんかった無念とかさ、あーはあるだろうね。もろもろ含めてなんじゃないのかな。うん、だから今そのやっこちゃんに伝えたい伝えたいっていう思いが、そう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 、取り付くことにつながったとかがあるんじゃないのかな。ありそうだな。なんだろう、無念を伝えたかったはずなのに恨みを伝えちゃって、両方なんじゃないの。両方か。白石に対しての恨みも、その伝えたくても伝えきれんかった無念も、無念、あー、そう、うん、思い、そのいろんな思いがこう集まって重なって、うん、うん、強い思いが生まれて呪詛玉になったとかはありそうよ。とかその取り付いてはありそうだね。あの子が生きることを諦めてなかったのなら、どんな境遇でも簡単に諦めるような子じゃないと思っていたけど、私は知らねえけど確かに自殺するほど思い詰めてる感じじゃなかったな。そっか、まあ、自己死って言ってるからね、うん、自殺ではないからね。そう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 、昨夜の教室でのことね、夕べの話だ。ことの発端はそうだね、まずさっき少し話したおせっかいなポリってのが、数日前に旧安田庭園で死んじまってたよしみってやつなんだけどさ、全然ポリには見えねえ野蛮な野郎なんだが、やたら面倒見がいいんで、そいつとだけはなぜか話せて。そっか、そんな人がいたんだ。死んじまったのはまあしゃあねえと思うけど。ああ、そうだ。婚約者だって女を突然紹介されたこともあったよ。そいつの前では、あの大男がタジタジなのが傑作だったな。ああ。自分も昔悪かったから、私の味方だって。
つってくれてさ。そうなんだ。その人にも気の毒だね。ああ。あの人が悲しんでると思うと、チートばかし悔しい気持ちになるな。私、ヨシミが死ぬ日の夕方頃、旧安田庭園でヨシミと会ってたし。え？私が荒れてると、ヨシミはすぐその公園に連れて行って、話を聞いてくれたんだ。その日も同じように、あの公園に呼び出されたんだけど、なんか様子が違ってた。焦った感じ、つうか。焦った感じ？あ、それで珍しく、私に頼み事なんてしてきたんだ。頼み事？どんな？まず、古くせえお守りを渡されて、これを預かっといてくれってことだった。お守り？ああ、なんか薄汚れたお守りだったよ。そのくらいならって受け取った。今も、肌身離さず持ち歩いてるよ。それからさらに、白石道夫が持っていたこれと似たもう一つのお守りも探してほしいって。ああ、父親の形見？ああ。のお守りの話か。なんで知ってんだ？え、道夫ちゃん？なんで道夫ちゃんが出てくるの？あのヨシミってポリは、白石とも会って話をしてたんだとよ。はぁ。そこで接してる間に、なんか特殊なお守りを持ってることに気がついたみてえだが、白石本人からは避けられてて、何も話してもらえなかったらしいな。道夫ちゃんが持ってたお守り？ね、私が白石道夫と面識あると知って、頼んできたらしい。白石さん、警察の人にも相談できない事情があったの？お家も、ちょっと複雑だったからね、あの子。白石は先行にされてたことも何も言わずに黙ってたらしい。そりゃ、言いにくいだろ、んなこと。まして自分に弱みがあるんじゃ、ポリにはな。だから私も、白石のことは何も明かさなかった。道夫ちゃん、何があなたをそんなに縛りつけてたの？あ、びっくりした。つまりだ。ヨシミは白石道夫のことだけじゃなく、そいつが持ってたお守りも気にしていた。しかし、白石が死んじまったから、その行方がわからなくなった。だから同じ学校で、面識のあった私にそれを探し出してほしいってことだった。その二つのお守りって、特殊なもの？なんで奥田さんに預けたのかな？さあな。中を見たら、薄汚い変な、板切れが入ってるだけだったけど。ああ、見たんだ。でも、あのヨシミの態度からすると、なんか重要な代物っぽかったけどな。これ、ミオちゃんに見せたらなんかわかんないのかね？正直、そんなめんどくせえ頼みなんて、冗談じゃねえって思ってたんだけどよ。あ、その後にヨシミさんが死んじゃったから？まあな。しかもご丁寧に。もし、この先俺の身に何かあったら、その二つのお守りを、警察庁の中越ってやつに渡してくれ、なんてことを言われてたからよ。中越案件。ああ。え、ヨシミもじゃあ、そういう哲夫ちゃんがいたところに関わってたって、ってことなのかな？なのかな？ぽいよね。今にして思えば、ヨシミは自分の身に何かある予感があったんだろうな。え？中越？
や、みおちゃんは知ってるよね、そりゃね。うん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 。中越案件。これか？これの中に。あ、中越クイル。そうだ、ね。うん、中越案件。そうだ。言い方してる。事案が、そう、身体の内容であった場合、秘匿して伝える隠語として中越案件ね。うん、うん、うん、うん。だから中越に渡してって言えば伝わるよって言ってんだ。ってことは、じゃあ身体にいたんだな、きっと。ん？みおちゃん知ってるの？あ、いや、なんとなく、聞いたことある、ような。秘匿やのに。うん、本当にいるんだ。じゃあそこは安心した。とにかく、死んじまった奴からの頼み事じゃ、無下にできねえって思ったわけだ、こっちも。いや、いい人だな、奥田さんも。うん。奥田ちゃんって、いい人。ってこと？奥田さん。ん？そのお守りって、ちょっと見せてもらってもいい？悪いけど、まだあんたらをそこまで信用できてないから。今の私にとっては、そのくらい大事なものなんだね。ああ、もうちょっとこう、好感度イベントを。ああ、こなさないと。正解のルートをたどらないと。いいってことね。うん。うん、そっか。で、まだ続きが聞けそうだね。じゃあ、昨夜、奥田さんは白石さんが持っていたお守りを探して。ああ。ね、私が知ってる白石と今深い関係にある人物は、まず先行だった。昨日の昼間、学校で先行に白石のお守りに心当たりがないか聞いたら、今は話せないから夜中にこっそり学校に来い。とか意味不明なことを抜かしてよ。ご丁寧に、学校の裏門の鍵の番号まで教えてくれたよ。手慣れてたから、これまでもちょいちょい密会に使ってたんだろうな。夜中にも呼び出してたんだ、みちおちゃんのこと。まあ、きっしょ？そりゃそうよ。まあ、そうか、そうよな。無理。なんか生々しい話。私たち、正門を乗り越えて入ったけど、そんな方法が。ね、夜中に教室で会ったわけだが、なんか話の要領を得ない状態が続いてたよ。何も知らないのに知ってると見せかけて襲おうとしたんだな、これ。さてお前本当は白石だな、とかわけわからんことを言い出して、お前さえいなければお前が悪いんだ、みたいなことを口走りながら、いや、モノマネ上手だね、奥田ちゃん。私を無理やり押さえつけて、息を荒くしながら迫ってきたんだ。大丈夫だったの？あ、ちょうどそのタイミングで、暗い教室にあんたらが入ってきたから、ナイスタイミング。やったね。救ったってわけね。感謝しろ。あ、よかった。感謝してくれ。それで先行がビビってるうちに、私はトンズラしたってわけだ。豚の顔したのね。そうだったんだ。危なかったね。これあれよな。多分、こう、一発、金的でもして、逃げたのかな。痛そう。だからまあ、あんたらのおかげで助かったよ。ありがとな。ただ、お守りの情報は何も得られなかったから、骨折り損だったけどよ。その後も、あんたらの行動が気になったんで、学校の近くには潜んでたけどな。だから、坂崎とおっさんが話してるのとか、黒鈴が後から出てくるのも見てたよ。あ、そうなんだ。そしたら、先行が出てきて、くたばるとこも見ちまったってわけだ。なるほど。奥田さんは、白石さんのお守りを探してたってわけだね。ああ、これで全部聞けたか。私から話せるのはこんくらいだな。もういいか。私もまだ、お守りを探さないといけねえからよ。うん。
ありがとう、奥田さん。あんたらさ、もし白石道夫のお守りのことで何か分かったら。うん。必ず奥田さんに教えるよ。サンキュー。あ、連絡先聞いといてもいい？普段どこにいることが多いの？ああ、そうだな。普段は家にはいなくて、ダチんとこに世話になってるからよ。これがそこの電話番号だ。うん、ありがとう。奥田ちゃんに話があるときはここに連絡するね。あとさ。あ？奥田ちゃんって、案外話しやすいんだね。実はちょっと怖かったけど安心した。知らねえよ。てめえらが勝手に避けてるだけだろ。それじゃあな。あんたらは死ぬなよ。うん。気をつけるよ。話しやすいっていうことだったんだね、奥田ちゃんってっていうのは。さて、いろいろ話が聞けたけど、城之内先生はやっぱり呪いで殺された感じだね。つまり、あの学校に頭り主はいた。しかも複数人。え、複数人？うん。私たちが校舎内で遭遇した呪霊と、城之内先生を殺した呪いは違う気がする。あの時学校にいたのは、私たち以外では、城之内先生、奥田さん、あと、やっこちゃんが会った足宮のおっちゃん。この三人の誰かだろうと思ってたけど。まあ、足宮のおっちゃんは、片刃の足。だね。もう一人、制服を着たおさげ髪の子を奥田さんが目撃している。その奥田ちゃんは、話した感じだと、貸り主ではなさそうだったと、なさそうだったよね。城之内先生は、なんか怪しい気がするな。まあ、呪いのことに関して結構信じてる感じあったもんね。先生だとすると、殺されちゃったのも貸り主だったからって理由があるし。うん。だから複数人。ああ、そっか。先生を呪い殺した貸り主が別にいるってことか。そうなると、その謎の人影か、足宮のおっちゃんが？うん。注意しておいていいと思う。でも、先生が相手を白石さんだと思ってたのと、人影の話はちょっと気になるよね。まさか、本当に白石さんがいたとは考えにくいけど。あ、そういえば昨夜、校門のところで荒石先生も見かけたよ。非常勤の。そうだった！でも荒石は、絆安頓やし、回収。昨夜やから回収はされてないか、まだ。されてないけど、まあ、でも夜やってる時間には回収されてるわな。だし、荒石は、荒石のとこじゃなくて、あれか、資料で、消えずの安頓？消えずの安頓の殺し方がそもそも違うしな。そうだよね。滑覆死だから、違う。暗闇に閉じ込めた相手を滑覆死だから全然違うので、関係なさそう。え、そうなの？蘇りの秘術、まだ言えない、ミオちゃんの時は言えないね、秘術ね。蘇りの秘術を調べていた張本人だから、今回の呪いと関係してる可能性は高いね。足宮のおっちゃんと荒石先生は要注意ってことか。貸り主のみんな、貸り主がみんな敵対的じゃないと思いたいけども。とりあえず、これからだけど、私、今回の本所七不思議の呪いの霊野祭を誰がどうやって発生させたのかを突き止めたい。きっと根源を立たないと解決しないと思うから。なるほど。そうだよね。そうなると、やっぱり一度荒石先生と話したいな。絶対に何か知ってるはずだから。昼間なら危険も少ないと思うし、ちょっと探してみようと思うけど。うん。わかった。手伝うよ。でも休校になっちゃったからな。先生、どこにいるんだろう。知ってそうな人がいるとこ、当たってみようか。
じゃあどこ行けばいいかな。あ、まだ全然終わらんので。ふーん、結構あるな。結構あるね。あの、口が疲れてきました。3人やってるからな。しかも東大元暮らしってやつやね。今回の情の地シスに関してはそうだね。一回止めようか。ああ。